こうはじめ中は、台湾高雄市出身の元プロ野球選手、プロ野球監督、宇藤右内、通称、鉄穂。婦人大学、文化大学から、中華民国空軍野球部へ進む。1985年、兄弟反転棒玉隊に入団。強犬兄弟の保守として活躍。1990年、中華職業棒玉大連盟発足に伴い、兄弟、 エレファンツと解消後も活躍。台湾プロ野球界を代表する保守として、エレファンツを支えた。1997年、台湾職業棒玉大連盟、公平来光に移籍。2002年、現役引退。現在まで、野球チャイニーズ台北代表に保守として最も多く、選出されている。年代伝次第の野球解説者を経て2004年。 ラニューベアーズのバッテリーコーチに就任。同年6月、監督に昇格。2006年、チームを台湾一に導き、アジアシリーズ出場、準優勝を果たす。2010年は、ラニューベアーズの2軍監督を任じていたが、2011年に、再び1軍監督に昇格する。2015年開幕前の1月29日に、 侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表監督を務めることが発表された。2017年は5月21日の富国ガーディアンズ戦で CBBL 史上初となる監督通算700勝を記録した。オフには2017アジアプロ野球チャンピオンシップチャイニーズ台北代表監督に就任した。 2019年にラマゴモンキーズを3連覇に導き、対談した。同シーズンオフの 2019WBSC プレミア12で、再び、チャイニーズ台北代表監督に就任。12月6日に、トミックにガーディアンズの監督に就任。2021年は2020年、東京オリンピック世界、最終予選チャイニーズ台北代表の監督に、就任した。 しかし新型コロナウイルスの影響で CBBL 選手が派遣されないことが決まり同時に監督を辞退した当時は盗塁阻止率が比較的高い時代とはいえ48.1%とズバ抜けた高い盗塁阻止率を誇る強権の持ち主アナリストによるセーバーマトリックスに基づいた守備評価は中華職業棒玉大連盟史上最高で保守部門で ゴールデングラブ賞に3度も輝いている。ありがとうございます。